ってどんな素材も無駄にならないからね。そういえばさ、ボスってなんか当たり前のように武器振るって戦えるようになってるよね。やっぱりあれ、私が島に帰ってからオートで特訓とかしてたわけ？ボスが島に戻ってきてからその辺あんまり詳しく聞いてないけど、どんな生活してたの？別に特に変わったことはしてねえよ。強いて言えばお前も知ってる通り、オートの物価の高さにずっと苦しんでいたわけだが。ああ、やっぱりずっとそうだったんだね。その辺の悩みはボスだけじゃないね。僕やレントもずっと苦労したよ。商売したりしてるわけじゃないからな。所詮はただの学生だ。根本的に解決されることはない。島の生活だとそういうことで悩むことってないもんね。オートだからっていいことだけじゃないよね。んで俺も学園にいたから論文を書いたり勉強したりする必要があったわけだが、金がないから働く必要もあった。でも論文なんかに専念すると働けなくなる。そこで今まで以上に短期間で身入りのいい仕事をやることにした。というと？魔物退治とか金持ちの商人の護衛とかだな。平たく言えば命の危険性が出てくる仕事ってことだ。俺は最初はやめといた方がいいって言ったんだぜ。けど絶対にやるって聞かねえんだ。結局僕らも巻き込まれる形でいろいろ手伝ったりすることになっちゃったね。仕方ねえだろ。力仕事くらいじゃとてもやってけると思えなかったんだからよ。今さら言ってもしょうがないけど、モリッツさんにでもお願いすればよかったのに。それは嫌だったんだ。ボスってつまんないところで妙な意地張るよね。うるせえ。だがそのおかげで魔物と対峙しても人並み程度には戦えるようになったんだ。ま、結果オーライってとこだな。想定外のことがあったとすれば、結果として論文に使える時間がそがれてしまったことだけどな。見つけた。いいもの手に入るかな。これも使えるのか。これ全部菜の花ですか。すごい量が広がっていますね。この力使っても平気なんだよね。ギリを尽くしましょう。すごく綺麗だろ。たまにお願いして少し摘ませてもらうんだ。チェアー！ライザなら有効活用してくれるよね。
鳥は様々な神話でも扱われる。我々にも吉兆を運ぶかもしれぬな。蚊が鋭いものもあります。指を切らないように気をつけましょう。薬や染料になったり、虫は意外と活用の幅が広いんだ。見たことない景色ばっかり。これがライザの新たな力か。住んでる人が少ないと困ることもあるけど、気楽でいいっていう面もあるよね。オートはとにかく人が多いので、私もたまにこういうところに行きたくなります。人と交流し続けると意外と疲れがたまるんだよね。ワクワクするよね。お楽しみの時間だ。この時間は暑くてかなわん。何が入ってるかな。宝探しは冒険の醍醐味。この調子で探索していこう。
マジで不思議だよな、この鍵って。お、素材の採取に行きたいのか。取れたての魚、いいかもしれん。漁村を少し覗いていくか。どこか行くのか。ここにしよう。緑が多いのはいいことだ。私は好きだぞ。どうしたの？なんだか難しい顔して。ああ、ライザネーか。里で育ててる羊が襲撃にあってやられたんだ。え？それ大変じゃん。大丈夫なの？大丈夫だ。全滅したわけじゃないし、実は今までもたびたびやられてる。あまり大丈夫には思えないんですが。賢者様なんかは困るだろうな。それより俺はやられっぱなしなのが面白くない。犯人の目星はついてんのか？里に目撃者がいて、そいつの話だと狼の襲撃によるものだそうだ。狼か。羊を食べに来てるのかな。羊だけじゃない、人間だって襲われて食べ物を奪われることもあるんだ。デアドラも頭を悩ませてる。ただ倒しに行きたくても立場的に自由に動けないんだ。なるほどな。でも狼なんていくらでもいそうだけど、どの狼がって分かるのか。目撃者によると普通より一回り大きい親分格のやつがいたそうだ。狼は群れで生きる動物だ。だからそいつを倒せばひとまず収まるんじゃないかと思ってる。俺はいつも里に現れる魔物の相手をしてる。だから狼もこの手で倒したいんだ。もちろん里のためっていうのもあるけど、やつを倒してデアドラに認められたい。わかった。そういうことなら何としてでもその狼を退治しなくちゃ。狼は野生の生き物だ。退治はもとよりまず探すのが困難だぞ。確かに。その狼の被害が多いのはどのあたりかわかりますか？漁村のあたりだな。お帰りなさい。さてと、何をしよう。いっぱい食べてね、冒険。なら、その田園に行ってみるべきだね。